どうも皆さんこんにちは、チャカバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのステータスマッチがですね2021年になりまして変更になりましたので、こちらをですね解説やっていきたいというふうに思います。今までですねヒルトンホテルのステータスマッチに関しては申請して承認後ですね90日以内に10日宿泊するとゴールドステータス、18日ね宿泊するとダイヤモンドステータスということで、そのステータスがですね一定期間ね維持することができるっていった感じになっていたわけなんですけども、2020年に関してはですね12月の31日までですね宿泊実績はね2倍になるキャンペーンということで、こちらを利用するとですねゴールドステータスが5泊、ダイヤモンドステータスがね9泊でね達成できるということで、かなり盛り上がりましてですね、私自身もですねダイヤモンドステータスチャレンジね行ったわけなんですけども、2021年になってですねこのステータスマッチのね条件変更っていう風になりましたので、ぜひね最後までご覧いただければなという風に思います。まず条件ですね、ステータスマッチを申請して承認後90日以内に5泊すればゴールドステータス、9泊すればダイヤモンドステータスになることができます。でですね、ステータスの維持できる期間は2023年の3月までっていうふうになっておりまして、ステータスマッチねできるステータスマッチ元のホテルに関してはですねこんな感じになっておりまして、マリオット、IHG、ハイアット、ベストウェスタン、ちょっとこちら読めない、チョイスプリビレッジでいいんですかね、アコーホテル、ラディソン、ウィンダムということで、こんな感じに、ね、なっております。でですね、ステータスマッチ後の必要宿泊数に関してはですねゴールドだったら5泊、ダイヤモンドだったら9泊ということで、2020年のですね宿泊実績がね2倍になるキャンペーンありましたよね、こちらとね条件一緒になったわけなんですよね。ですんで、まあなんていうんですかね、簡単に言えば、まあ、宿泊実績ね2倍になっているキャンペーンではないんですけども、本当にね2020年の宿泊実績2倍のねキャンペーンで行われてた時と同じ条件で2021年はですねステータスマッチがね利用することができるっていった感じになってるんですよね。いやね、これかなりねびっくりな発表で、2021年の1月現在ですねヒルトンホテルに関しては、まあ、日本はねまだ稼働率ねかなりいい方だと思うんですけども、海外はねそこまでね稼働してないところもね多いかなというふうに思いますので、まあ、ヒルトン自体もですね顧客集めにねかなり本気になっているのかなというふうに思っております。またねステータスマッチ元のねホテルプログラムにですねマリオットボンボイね入っておりますんで、 SPG アメックスね保有されている方はですねマリオットボンボイでねゴールドステータスね保有しているっていう風になりますんで、このステータスマッチに関しては利用することができますので、2020年にですねヒルトンホテルステータスね獲得されてない方はですねかなりねおすすめっていう風になっております。それではですね、今回のステータスマッチで得られるですねゴールドステータスとダイヤモンドステータス特典のですねおさらいねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずねゴールドステータスに関しては宿泊時にベースポイントに対して 80% のボーナスポイントがもらえます。またねスイートを除く客室にアップグレード、こちらは空室状況によってっていった感じになっております。またねレイトチェックアウトが利用できるということで、こちらもね時間に関しては混雑状況によるっていった形になっております。またね2人目の宿泊費無料、また朝食無料、またねポイント宿泊時に5泊以上利用すると5泊目がね無料っていった感じになっております。個人的にはですね朝食は無料っていう点と2人目のね宿泊費無料っていうのはね結構いい特典だなというふうに思っております。こちらねマリオットボンボイホテルでは1人目でも2人でもね料金異なるわけなんですけども、ヒルトンに関してはですね2人でも1人でもね料金変わらないっていうふうになりますんで、結構いい特典だなというふうに思っております。それでは次にダイヤモンドステータスですね、ベースポイントに対して 100% のボーナスポイント、スイートを含む客室のアップグレード、またねレイトチェックアウトが利用できたり、2人目の宿泊費無料、朝食が無料、またねポイント宿泊時5泊以上利用すると5泊目が無料、エグゼクティブクラブラウンジが利用できるということで、私もね2020年ですねヒルトンダイヤモンドステータスチャレンジね行ってですね、2021年現在ねダイヤモンドステータスね保有しているわけなんですけども、ヒルトンダイヤモンドね獲得してヒルトン東京にね
初めて宿泊したわけなんですけども、初めてね宿泊してジュニアスイートにねアップグレードしてもらったりということで、個人的にはですねヒルトンダイヤモンドステータスチャレンジねしてよかったなっていうふうに思っております。それでは次にですね実際の申請方法ですね、公式サイトねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、そちらからね見ていただければなというふうに思うわけなんですけども、公式サイトね開くとこんな感じになっておりまして、まあ、そこまでね難しくないんですけども、上からですねお名前入れていただいて、その下メールアドレスですね、でその下にヒルトンのアカウントですね番号を入れていただいて、その下にですねセレクトホテルロイヤリティプログラムということで、ステータスマッチ元のですねホテルを選んでいただくっていった感じになります。でですねスクリーンショットをね2つほど送るわけなんですけども、上の方はですねステータスマッチ元のねステータスのスクリーンショットね選択していただいて、その下はですね過去12ヶ月の宿泊実績をですねスクリーンショットね添付していただくっていった感じになっております。もしね何かわからないっていう点がねありましたしたらぜひねコメントいただければなというふうに思います。ちなみになんですけども、このステータスマッチ元のね宿泊実績に関してはおそらくね0回では通らないと思うんですけども、もしねこの動画見られてる方で0回でね申請通りましたって方ね、もしいらっしゃいましたらぜひコメントいただければなというふうに思うわけなんですけども、基本はね1回以上ね宿泊実績がないとですね通らないかなというふうに思っております。でですね私自体も1回でね申請通らなかったんですよね。1回目はマリオットのステータスでね申請を出して却下された、却下されたっていうかまあ完全にスルーされたわけなんですけども、で何にもね連絡も来なかったっていった形になりまして、まあこれじゃねどうしようもないっていう感じで、2回目はね IHG のステータスと宿泊実績でね申請して通ったっていった形になっております。でですね私は IHG の宿泊実績って本当に1回しかなかったんですよね。ですのでそれでもねステータスマッチ通ったっていった形になりますんで、まあひとまず1回あればですね申請自体はね通るかなっていうふうに思いますので、この点はね覚えておくようにしてください。またですねこのステータスマッチ自体ね通るか通らないかっていう基準は全然わからないっていうふうになりますんで、まあ1回落ちるとですねちょっとねもういいやって感じに、ね、なる方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、ここはね諦めずに、根気持ってね再申請ねしていただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンステータスマッチの変更についてね解説させていただいたわけなんですけども、まさかね2020年の宿泊実績2倍キャンペーンとね同じ要件にしてくるとはね正直思わなかったですね。これでねかなり申請される方ね増えるのではないのかなっていうふうに思っております。またね2021年1月現在ですね GoTo トラベルも停止になっておりますし、またね緊急事態宣言もね出そう、もしくはこの動画が出てる時にはもしかしたらねもう発表されてるかなっていうふうに思いますので、こちらね2021年になってね改めて発表された内容っていうふうになりますんで、まあ、今すぐね利用しなくてもですねまたね少し落ち着いてからね利用することもできますので、まあ、こんな簡単にですねホテルステータスね獲得できるチャンスっていうのはですねおそらくもうないのかなっていうふうに思っておりますので、まあ、前回もねこんな感じのことを言ったわけなんですけども、まあ、今しかねこんな感じで取れることはないかなっていうふうに思いますので、保有されてない方はですねかなりおすすめっていうふうになっております。またね2021年になりまして、先日ねポイント獲得のねキャンペーンも来ましたし、2021年の春にはですねヒルトンの新しいクレジットカードの発表もね控えているっていうふうになりますんで、今後もねかなり注目していきたいなというふうに思っております。でですね今回ヒルトンがステータスマッチ条件をね緩くしたということで、これに伴ってですねもしかしたらマリオットボムホテルもですね何かしらねアクションあるかなっていうふうに思っておりますんで、マリオットホテルにもですね今後ね注目していきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。